ジョアンス・スファールは、フランスのバンドデシネ作家、漫画原作者、映画監督である。父親が、アルジェリア出身のセファルディム、母親が、ウクライナ出身のアシケナジムという、ユダヤ人の家系に生まれる。4歳の時に母親を亡くした後、母方の祖父と父親の下で育てられる。ニース・ソフィア・アンティポリス大学で修士号を取得し、パリの国立高等美術学校で絵画を学ぶ。 1994年にバンドでシネ作家としてデビューし、独立系出版社ラソシアシオンで、設立者であるダビッド・ベー、ルイ・ストロン・ダイムラと共に作品を発表。同出版社の中心人物として活躍するようになる。1998年には、エマニュエル・ギベールと制作した、教授の娘でアングレーム国際漫画祭の一目ぼれ賞。2004年に、 同漫画祭の30周年記念特別賞を受賞。2006年にはラビの猫がアイズナー賞の最優秀国際作品に選出される。2003年に児童向け作品プチバンピが本国でテレビアニメ化。2010年には自ら監督、脚本を手掛けたゲンスブールと女たちで映画監督デビュー。セザール賞で 作品賞を含む8部門でノミネートされ、スファールは最優秀新人監督賞を受賞。続く2011年に彼は、ラビの猫をアニメ映画化し、同賞の最優秀アニメ作品賞を受賞した。ちなみに、彼が影響を受けた人物は、フレッドアンドレ・フランカン、マルク・シャガール、シャイム・スーティン、ウィル・アイズナー、ウーゴ・プラット、ジョン・バス・セマなどである。 スファールの作品のいくつかはユダヤの文化にインスパイアされている。彼はベル教授についてアシュケナジムのユーモアがあり、ラビの猫は明らかにセファルディムの文化にインスパイアされていると自ら語っている。また、黒いオリーブはイエス・キリストの時代のパレスチナに住むユダヤの少年の物語である。ラビの猫をはじめ彼の作品には豊富な歴史や 聖書の知識が含まれている。ルイス・ストロン・ダイムとの合作であるドンジョンは、複数の作家によってスピンオフシリーズが制作され、多くの国に熱狂的なファンを持っている。他にも、児童向け作品においては、吸血鬼の子供と人間の少年の友情を描いたプチバンピア、小説家アントワーヌド・サンテグ・ジュッペリの同名児童小説をもとにした、た星の王子様など、 そのジャンルは多岐にわたる。突起がない限りスファール単独名義。ありがとうございます。